こんにちは、スイッチマンです。スパロボアルファガイデン、しばりプレイやっていくよ。前回はフロスト兄弟オコーが、2枚の恨みを込めた一撃で、ほふりました。今回は、オン大将とのラストバトルとなります。インターミッションでは、ウィング0とダブル X の武器を最大まで改造します。バザーではファンが見切り品で安く売ってるんですが、賞味期限が心配なのでやめときます。それでは始めていきます。このボンボンはバカにするしがいがありそうだね。このグエンって人は善人なのか悪人なのか判断つきません。ティアナ様出陣です。今回は前回出し忘れたジャミルも出しときます。レベルが低いのでGファルコンに乗せて努力使って一気に上げます。伝説の機械人形や機械巨人がこれだけ揃えば黒歴史の再来を阻止することができましょう。皆様の力をどうか私にお貸しください。女王様がお望みならなんぼでも力貸しますよ。ってことでスタートです。激励の陣形組んでビルドアップしときます。とりあえず手前の独行らから片付けていきます。
排入ガンダムならやれるはずだ。回避し損なったか。え、お前水中にいたの？地球人、覚悟はいいか。ニューガンダムの運動性能を甘く見るな。夜だと分かりにくいね。ではまず激励で気力上げていきましょう。本当はジロンの気力上げたかったけど、森ってホバークラフトの恩恵は得られないんですね。考えたらそうですよね。ミノフスキークラフトと同じように考えてしまってました。水中のドッコーラはひとまず置いといて、他から行きます。中盤なのに一撃で倒せる敵がいてくれる。こんなに嬉しいことはない。ドッコーラには実弾系の武器を持ってる機体にぼちぼち相手してもらっときます。エミルには物理的援護プラスアルファをお願いしときます。アイフィールド入力、これでいけるはずだ。これなら互角に戦える。そんなのに当たりませんよ。私に任せなさい。マテロンカッテルが起きていた。ネオブランドンのいたずらかな。一瞬時間の流れが遅くなったような。とりあえずなんか元気出てきたし、今宵も頑張るぞ。何の因果か、カミーユがジオに。そう簡単にやらせはしない。このジオ、頭でかすぎでちょっとブサイクですね。戦線を降り出す。いい感じに削れたので、イサムで殴っときます。ピンポイントバリアパンチを食らいやがれ。このパンチならいいダメージ出るので、残りもイサムにお願いしとこうかな。この炸裂ボルトってよくわかんない武器ですね。これでダウンだ。もう限界だ。次の攻撃を受けた。仕留めてみせる。
これ以上は無理だ。貧弱すぎる。魂使っても5000ちょっとでした。見事なミリ残し。まあ、イサムで倒すつもりだったからいいんですけど、よくもまあ、頻繁にミリ残しが起きること。そこを動くなよ。特攻らも残り1機です。水中にいるんで、ちょっと手間取ります。この排入ガンダムならやれるはずだ。いい感じだ。反応速度が上がってきている。終わった。地球人よくもやってくれる。この辺のマヒローはクワトロのマップ兵器でやってしまおうかな。これで終わりにさせてもらう。まあ、2機落とせたんでよしとします。キュベレイも武器をフル改造したら便利だろうな。ちなみに、このステージの熟練と獲得条件は9ターン以内にカテジナを含む敵の全滅させることとなってます。金の多そうな大型の機体は幸運使って倒していきます。こんなに改造できなかったっけってくらい資金不足ですからね。これ以上やらせるか。総員退避を急げ。カテジナには悪いけど、この辺り一帯はヒーローが焼き払うので、その犠牲になってもらいます。なせばなる。ウォーカーギャリアも男の子。アムロのエースボーナスがついたんで、あとはクワトロにもつけてやりたいですね。もう少しだったはずです。
介入ガンダムで敵の動きを止める。全然折り出す。スエッソンはいつも紛れてて、わかりにくいので、もうちょっと主張してほしいです。落ちるない。なんということを、退却する。うっかり戦闘シーン、表示にしてしまいそうです。フル改造してるだけあっていいダメージ叩き出します。落ちろ。そいつを待ってた。このボトムはちょっとエッチな目線に任せます。ディアナ様の援護でなんとかなるでしょう。万が一のことも考えて、ホワイトアークで回復もさせときます。そこを動かないでよ。もう限界だ。次の攻撃を受けたら。弱い、弱すぎるよメシェイ。手を緩めてはなりません。戦線を折り出す。ディアナ様のお召し物は奇抜すぎる。誰か突っ込んでほしいものです。では、ヒーローにまず一発ぶちかましてもらいます。ツインバスターライフルで障害を取り除く。機体で回復して、今度は魂込めて、くるくる回ってもらおうと思います。ついでに、バイク戦艦も落としてもらうので、削りも忘れずにやっときます。準備は整いました。でもなぜか、この時の私は、先にアルマイヤーを倒そうとしています。思い返してもなぜだかわかりません。ちょっとでも、ヒーローの気力を上げようとしてたのかぐらいしか考えられないですね。夜更かしして、ゲームしてるから思考も鈍ってるのかな？とりあえず幸運で倒しときます。
がいい。総員退避を急げ。ではヒーローに祝福で盛大にくるくるしてもらいます。ツインバスターライフルで障害を取り除く。いつもより多めに回しております。今回、カテジナさんほとんど出番なかったですね。フッ素と交戦すると何かあるみたいですが、もう時すでに遅しです。音大将の登場です。まだこの段階ではオールレンジ攻撃とかしてこないので楽勝ではないですが、やりやすいですね。その前に熟練度のために残りの敵を先に倒します。当たれ。地球人よくもやってくれる。ヤバジンメ、落ちろ。はぁ、間一発。リアナソエルの名において援護攻撃を命じます。地球人、よくもやってくれる。このボトムもしっかり幸運使って倒しときます。では、このボトムから行きます。悪いけど、当てるよ。こんなところで。残りはメシェで。そろそろ禁断症状が出てきそうなので、介入ガンダムで敵の動きを止める。
戦艦の装甲を貫通させるとは。照準合わせ、主砲発射。外入ガンダムの機動性についてこられるものか。とどめは私が刺してあげる。何やってる、早く撃ち落とせ。ふう、あと少し、頑張るぞ。でも、とりあえずおかわりしときます。この一撃で落としてみせる。何やってる、早く撃ち落とせ。レガリウス砲、撃て。こっちを狙っても無駄だ。私に任せなさい。応戦しろ。尺が長くなってきたので急ぎます。これで決まりだ。総員退避を急げ。ターン X1000 まで飛ばします。よし、ロングレンジカノンで。準備運動にもならん。さすがに魂あるといいダメージ出ます。シャイニングフィンガーを使って。その程度の攻撃かわしてみせる。うまいが落ちた。あなたが黒歴史を繰り返すというのなら、あなたはティアナ様の敵だ。貴様のエネルギーは全ていただいている。ゲンガナムの電力のようにな。シャイニングフィンガーを使って。ターン X はターン A の監視役なんだよ。どうだろうだ。シールド。危ねえ。出せばなる。ウォーカーギャリアの男の子。機能不全に落ちたのか。引くも押すもできない。なんかセリフの内容が ED っぽいな。シャイニングフィンガーを使って。攻撃がパターンなのよね。うわお、やる。あとはとどめの熱血高運動力のクイーンサテライトキャノンでおしまいだぜ。メインのためね。あなたの力。よし、隙が見えた。マイクロウェーブ。
熟練度獲得です。これで、ハードルートに行けるのが確定しました。月光町を呼ぶんじゃない！このターン X すごいよ！さすがターン A のお兄さん！月光町である！今回も前後編と分けます。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。